はい、次何でしたっけ、参考人がもう出てきます参考人出てくるところ始まります。いきます。はい、いよいよ来てしまう。お、何ですか。はいはい、しかし、おお、教授優しい。うん、ああ確かに言ってた、弁護士としてはって。でも立ってるもんね今。なんだ、いい人じゃないか教授様だな。よろしく頼む。あ、葬儀。はい、すいません。そよいだ、ハチマキ。ずっと風吹いてんだ。熱い風漂ってんだもんね。あ、どなた様。はい。細長。細長悟る。ほう。お、ボーイの方ですか。あ、大丈夫ですか。あ、血出てます。めっちゃ血出てます。え、ここはあの白い布の内側真っ赤なんじゃない、大丈夫かな。はい、そういう問題じゃないよ、血出てたぜ。なんとか100人に対して、はい、うん、はい、肺から泣くか。レストラン、洋食堂って読むんだね。よく見たらなんかあれだね、大魔王みたいだね、裁判長。それではその他の知ることを述べるがよい。どうぞよろしくお願いします、細長さんひどい、弁護士気取りとか言わないでよ。資格なくても立てるんだね、そういえば法廷に。人ってるわけじゃないんですけど。午後2時過ぎ、お客様の少ない時間帯でした。はい、うんうん、少ないね。うん、あ、大丈夫ですか。その時、はあ、銃声。何を見たんですか。はい、あら、もう完全に見られてるやん。はい、はい、はい、すいません、ちょっと待ってください。拾ったんだ、拾ったは怪しいよ。ああ、すいません、いやいや、ごめんなさい、初めてなので。このものがいたら、はい、すいません、初めてなもんで、裁判が。やべ、罰則与えられる。はい、すいません、なんかこの場の誰よりも焦ってますね、私が。一つ確認しておきます、被害者のそばに。はい、いたのですか、本当ですか。間違いないとか言ってる。そのメガネ、本当は見えてないんじゃないですか。それでは、あ、他に、あ、そうですよ、誰かいらっしゃったんですか。何ですか。いない、そんなことある。今なんて言った。うん、え、嘘なんですか。ほう、そんなはずはない。うん、あの時、あら、女性が座ってた、初めてですよこんな。あら、おい、何を隠してるってんだ。あ、どうしよう、口挟むなって言われてるけど。え、後で反撃できるんじゃない、反撃できない、今行っちゃうか。
はい、ちょっと待ってください。一人じゃなかった。え、これ言ったら大丈夫かな。あ、やべ、また怒られる。やばい、怒られるかもしれん。はい、すいません。でも、あの人嘘ついてるんですもん。記憶間違いないですか。お、言い切るね。はあ、一人でそんなバカな。なるほど、か見てるんだもんね。チリと汗を。あ、わざわざ書いてくれてたんだ。ありがとうございます。見取り図。あー、緊急事態でも結構綺麗に書いてくれますね。お一人だった、本当に。でもなるほど、この女性がいたって言ってるし、本当か。あ、ありがとうございます。え、なんかダメなんですか。提出しなさい。かしこまりましてございます。やばいやばい、動揺してるよ、なんか。あー、やばいやばいやばい、かなり動揺してるよ、これ咳出まくってる。おし、手に入れたよ、ボーイの名刺を。怪しくない？なんであのむせ返る？忘れながら。はい、事件のあらまし。はいはいはい。どうなんですか？あ、やばいやばい。もう結論出されようとしてる？はい。何でしょうか？あ、情状酌量の余地がある。やばい。はぁ、ひどいよ。私を犯人だと決めつけて。参考人ですね。言うのであれば何ですか。あー、目撃証人。そんな、私がやったとこ見たという人がいるんですか。どうすればいい、麻生木くん、助けてくれ。何のことじゃない。はい、有罪になります。やばいな。やってないのに認めようとしてるな。やってないのに認めるな。はい、特殊です、うん、飲まれてるよ。やばい、怖くなっちゃってる。まあ大学生だもんね。同い年くらいかな、大学生ってなったらね。はい、ありがとうございます。怒られる。ああ、この人の信頼も失う。はい、ひ、確かに今弁護人だもんね。被告人と同時に弁護人だもんね。確かに何もしないよ今。おお、怒ってらっしゃる。本日を主張します。そうですよ、連れてきたらどうですか。あ、おうちけんじ、お、お願いします。うるせえ仏、仏さん。うん、急に閉じてせん、怖っ。お願いします、証人、出てこいや。頼みました。あら、二人もいらっしゃる。
軍曹、うずくまる大蔵軍曹。おお。骨董神前って、時の商人。ポンコツ堂、その日暮らし三文と申す。なんか貧乏そうじゃない？その日暮らし。神妙。おお、いたんですね。はいはいはい。あ、コーヒー。うん。ゲームなら顔だな。爪なり。ちょっと難しいよ。おお、一緒一緒。ちょっと何言ってるか分かんないよ。ラ・クワントス。ラ・クワントスって言うんだね、レストランの名前。あら、そういうことか。確かに。売りつけようってんだな。売る方に見える、どういう意味だ？見たんですか？本当に。ああ、熱い。この人も熱い人だね。なんて読むのこれ。なんて読むのこれ。なんて読むのこれ。わかんないよ。あ、ポーレイソンフソンのにして、悪、逆、非道たる諸行。ちょっと何言ってるかわかんないよ。何？今なんか聞こえた。なんか聞こえたんだけど、今何？ウケーって聞こえたけど何？うん、一緒一緒。何が聞こえた今？いや、気になる今の音。はいはいはい。あ、撃った瞬間を見たって言ってんの？本当？愉快じゃないね。はい、証言ですね。何を見たんですか？あ、ほら、また聞こえたよ。すごい難しい言葉使う二人とも。お、証言始まりました。やっと目撃したこと。あら、あら、リフテキを喰らい、ご老人と語らいを楽しんでおった。はい、拙者、黄金のきらめきをまとう人方の美について、とくとくと語りしなり。その時、人生一線、我が眼は、ああ、また聞こえた。橋と捉えたり、その瞬間を一瞬をか。漆黒の学童が英国紳士に八方声、めちゃくちゃちゃんと見てるって言ってんですね。卑劣にもその背後から。背後から、はい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 。とりあえず聞きましょうか。はい。消えたほうがのチームを、ある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 。あ、わからなかったんだ。探したんだね。何かを。目撃したというんですね。はい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 。ひひー。すげえ決めつけてくる。あ、この人は危ないよ。そんなバカな。はい、売ってません。拾っただけです。拾うのもどうかと思うけど、拾えました。はいはい。うんうん。コーヒーを飲んだ。出口に向かって、そのそばに。拾っちゃったんだね、しかもこの人は。うん。あ、かなり怪しいね。はい、この者たちの商品の中に、はいはい。尋問、尋問来ました。これ楽しいよ。
山を切り抜かれ、賞金こそ半分のうちなく、そんなことはない。尋問させてください。ノー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 。はい。あ、はい。意義ありでもない。はいです。はい。キテレツナマ。すいません。めちゃくちゃひらがな。ひらがなだな。尋問の権利を主張します。めっちゃ目泳いでるよ。これはまだ尋問の余地がありますよ。隣の鉢巻きに癒されました。癒されてません。癒されてません。ええ。言うなって、そういうこと。時間が。いや、尋問はできます。ああ、意義あり。あ、葬儀くんはちゃんと意義ありってくれるんだな。そうです。正当な権利です、こちら。これが。そうです。お、言ってやったぜ。かっけ。あ、葬儀くんかっけ。はい。尋問。やばい。緊張しすぎた、尋問。尋問だよ。何しようか。嘘を暴く。はい。嘘があるんですね。確かに。打ってませんもん。証拠。はい。突きつけるか。弁護士様。やったりますよ。すごい。ペチって言った。麻生木くんがバーンってなのに。私、ペチって。よし、始まったじゃん、尋問。大事だよ。復帰したこと。はいはい。我、かの、夕食堂にて。一滴送られ。はい。これはいいんですかね。拙者、黄金のきらめきをまとう。尋法の美について、独特とかだりじゃないか。はい。はい、見たんですね。その瞬間を。背後からっていうのがね、ちょっとね、あれなんじゃないかなって思うんですけど、これどうしたらいいんだっけ？どうしたらいいんだっけ？一回突きつけてみる？あ、これ突きつけたらもう突きつけちゃう？これ突きつけちゃうのかな？突きつけるって言っちゃうのかな？これ。揺さぶるか。揺さぶるしてみる、ちょっと。はい。ここの学童というのは、かつ、そら、とぼけるのもいい加減にするがいい、坊主。はい。そうですね。私かもしれません。確かに立ってますよ、ここに。すいません。背後からっていうのかな？あ、なになに、こっち向いた。なるほど、くん。引っかかる気がするんですよ。私も同じく。あ、食品の情報。食品の情報か。あ、揺さぶる初心者獲得しました、なんか。なんか揺さぶる初心者獲得しました。揺さぶる。あ、これいいかな？ちょ、一回全部聞いてみる、一旦。戻れるかな、これ。はい、はい、つくまってないね。どうしていいかわからない。私もです。嘘ね。あ、法定記録ここで見れんじゃん。証拠品見よう、一旦。こっち L だった。法定記録でちょっと証拠みたい。胸部に銃弾を受けって書いてあるよね。やっぱ違うよね。ちょっと写真見てみます？やっぱ正面ですよね。正面ですよね。正面から撃たれて死亡してますよね。ちょっと待ってください。突きつけます。はい、 OK です。わかりました。矛盾
ってた矛盾やってやるよ、やってやるよ。わかりました、突きつけてやりますよ。あ、やばい、罰則受けたくないので気をつけて。有罪になっちゃうの？分かった、気をつけます。でももうね、分かったんですよ、私は突きつけるべきものが分かったんで。あ、お願いします。よし、こっからじゃあ証拠品を突きつけていきまーす。